プライスは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カレーの一種で、一般的には、ツノガレー族のヨーロピアンプライスか、赤ガレー族のアメリカンプライスを指し、禁煙種や型の似た多種のカレーを含める。アメリカ公文書は、アメリカンプライスを由来と推測している。プレイスアメリカンプレイスプライスは1943年7月14日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年11月15日にエリナ・ファッチによって命名浸水し、1944年2月12日に艦長クライドビース・ティーブンス・ジュニア少佐の指揮下、収益する。成長及び訓練後、プライスは4月15日にパナマ運河に向けて出港し、5月13日に真珠湾に到着した。 6月3日、プライスは最初の紹介で小笠原諸島方面に向かった。6月30日、プライスは北緯28度20分統計141度23分、北緯28.333度統計141.383度、28.333、141.383の向島北西80キロの水域で、元特設砲艦桃福丸を撃沈。 7月5日には、北緯27度50分、統計141度20分、北緯27.833度、統計141.333度、27.833、141.333の西の島北東約40キロの水域で、特設捕獲猛艇競技丸を撃沈した。7月18日には、輸送船団を攻撃して、しぐれが宅地区間の撃沈を報じ、 後日第55億選定を撃沈とされたが、同艇は7月21日に空襲で沈没している。7月25日、プライスは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月17日、プライスは2回目の紹介で、日本近海及び南西諸島方面に向かった。9月7日の午後遅くに、 北緯27度26分統計126度54分、北緯27.433度統計126.900度、2 7 4 3 3十2 6 9 0 0の地点で、今後丸クラスの特設巡洋艦と、応募式艦船戦に対して、魚雷を発射し、一本の命中を得たと判断された。9月24日には、 北緯29度3部統計129度15分、北緯29.050度統計129.250度、29.050、129.250の地点で、不走型戦艦に対して6本の魚雷を発射。スクリューを止める効果はあったと判断された。3日後の9月27日未明、プライスは、北緯29度41分統計128度0二 ふん、北緯29.683度統計128.033度、29.683、十2 8 0 3 3のトカラ列島宝島北西50キロの水域で、陸軍特殊船キビツマルなどが加わった、非72船団を護衛し、文字に向かっていた第1号解防艦を撃沈。輸送船に対しても3本の魚雷を命中させたと判断された。 10月7日にミッドウェイ島に帰港し、翌日、スレッシャーと共に真珠湾に開港された。10月12日、プライスは56日間の行動を終えて真珠湾に帰港した。11月9日、プライスは3回目の紹介で日本近海に向かった。四国、九州方面及び東、シナ海と紹介。12月9日、未明、プライスは女島東大沖で、 レッドフィッシュ、シーデビルと共に、空母巡洋、戦艦春ナ、重巡洋艦トネと、それらを護衛中の駆逐艦を発見。レッドフィッシュが巡洋を撃破し、プライスか、シーデビルのどちらかが、駆逐艦巻キを撃破した。12月20日、プライスは39日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。1945年1月23日、 プライスは4回目の紹介で、スキャバードフィッシュシーポーチャーとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。紹介海域で、アーチャーフィッシュ、バットフィッシュ、ブラックフィッシュからなる別のウルフパックが合流。今回の長期に及ぶ紹介では、敵の対戦作戦に直面することとなったが、遭遇したいものは3月1日に発見した小型、中型、3月23日。 プライスは58日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長がリチャード・ S ・アンドリュースに変わった。4月26日、プライスは5回目の紹介で、千島列島及びオホーツク海方面に向かった。最初の敵との遭遇は5月13日であり、プライスは4隻の海上トラックと4隻の小型ラガーを発見して追跡。その後浮上して、エトロフ島の入り江に追い込み、 4インチ砲及び40ミリ機関砲で砲撃を行い、海上トラックすべてトラガー2隻を撃沈した。大口径砲の弾薬をすべて消費したプライスは、残る2隻のラガーに対して20ミリ機銃などで攻撃し、破壊した。5月18日には、それぞれ250トンほどの7隻の漁船を発見、20ミリ機銃などでの攻撃で2隻を破壊した。 6月13日、プライスは47日間の交、7月18日、プライスは6回目の紹介で、東、シナ海に向かった。この紹介では、敵との接触はなかったが、アメリカ陸軍航空軍の B-25 の乗員を救助し、翌日海軍の紹介機に彼らを引き渡した。8月15日に日本は降伏。8月24日、 プライスは35日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。戦後プライスは1947年11月まで太平洋で活動し、その後メアアイランド海軍造船所で予備役となる。ブラジル海軍に対応するため1963年5月18日に活動状態に復帰し、9月7日に相互防衛援助計画に基づき引き渡された。 プライスは、ブラジル海軍で、バイアの艦名で収益する。当初は5年間の対応予定であったが、その期間は延長された。1972年にバイアは、サントスのブラジル技術博物館に売却された。プライスは1973年4月1日に、アメリカ海軍から除籍された。プライスは、第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。